ブラントホードはカナダのオンタリオ州南西部に位置する地方行政区の一つ。ブラント軍に属していたが分離され、単一総自治体に格上げされた。グランド側が市内を流れている。市の歴史は1784年にジョセフ・ブラント首領と6つの先住民族がニューヨーク州からカナダに入植してきたことに始まる。彼らは王統派への忠誠心を称えられて、 グランド川周辺の広大な土地が与えられた。モホーク族の入植地は現在の市の南端に位置した。ブラントラはグランド川を越え、この土地はブラントの浅瀬と呼ばれるようになった。1847年にヨーロッパからの入植が始まり、川の上流にある浅瀬にできた村がブラントフォードと名付けられた。そして1877年には市政が施行された。 20世紀前半、一時は、州内第三位の規模を持つ大都市として栄え、カナダ国内において、重要な産業都市の一つであった。グランド側の航行可能な最深部に位置し、オンタリオ州南部における鉄道の拠点であったことも、ある。水運と鉄道による交通網が、都市の発展を支え、農業機械や器具を生産する企業が育ち、 この分野の産業が経済発展に大きく寄与した。2006コミュニティプロファイルズコミュニティハイライツ4ブラントファード2008年5月22日閲覧ありがとうございます。